今日はですね、これバルトロの、新しい、2015年から発売、の、バルトロ、グレゴリーのバルトロシリーズの、これは85リッターなんですけども、新しいモデルの、バルトロの紹介のために撮っているビデオではありません。ですね、最近ですね、どちらかというとこう背負い方、楽しく、登山をしていただくための背負い方なんですが、最近どうしてもこう肩が痛いというご相談が多くて、一つですね、簡単に、すぐにですね、それを解消できる方法ですね、がありますので、そこをチェックしていただいてですね、もうやってる方で肩が痛いというのはもう、サイズが合ってないとか、リュック自体に問題があるか、体のこの肩のところに何か、ちょっと痛い部分があるのか、かもしれないんですけど、もしも、この、今からご説明する、ベルトただ引っ張るだけで2秒3秒で解消できる方法があるので、チェックをしてみてください。でこれがですね、85リッター、大型リュックなんですが、メーカーいろいろ、グレゴリーじゃなくてもメーカーいろいろなリュックがありますけども、だいたいついているベルト の配置的にはだいたい同じような感じにできていると思いますの でまずですね、ここにウエストベルトがあります。これウエストベルトはですね、結構、ここの、フロントの部分で、こう調整して、調整するというか、しっかり締め込んだりとか、緩めたりとかして、背負うときに必ずこれはいじくるんで、問題ないと思います。で、次に、ショルダーの、ショルダーベルトの調整ですね。ここも、背負うときに必ずここは、いじくると思うんで、長さ調節したりとかして、これは問題ないと思います。で、このフロントのところ、フロントにここにチェストベルトというのがついてて、ここの部分ですね、胸のベルトは、このショルダーベルトが外側に開かないように、こう開いていかないようにするために押さえているものなんですけど、これも結構もう今は、必ずこの、リュックサックではついていて、この調整、この目の前にあるんで、このベルトを忘れることはないと思います。で、一つですね、この調整するベルトで、結構忘れがちというか、買ったまま使ってるという方が結構いらっしゃるんで、特にこう肩が痛いとかっていうご相談で、よくあるのが、この肩のベルトですね。この肩にこうベルトが、見ますかね。肩にここにベルトがついているんですけども、これを購入したまま背負ってる。要は背負ってる時に目に見えないんで、この肩の後ろ側に来るんで、目に見えないんで、このウエストベルトを止めて、ショルダー止めて、チェストベルト止めて、で、そのままこう歩いていると、肩が痛いとかっていうことに悩まされている方が、結構な人数いらっしゃいますので、ここをですね、ぜひ、締めてですね、引っ張っていただいて、背負った時に必ずこう、締めていただければ、この構造がですね、こういうショルダーベルトはこういう形でついてて、何もしていないと、こう、リュックがちょっとこう体から離れた状態。そうすると、ここがですね、低い位置から、背中の低い位置からついているんで、このショルダーベルトの根元なんですけども、こう下に下がってくるんですよ。で、重い荷物を背負っているときは、このショルダーベルトをしっかりと締めるんで、こいつのこのショルダーベルトがですね、肩にこう押し付けるような、形になって、ここをですね、こう圧迫されてしまうと。それで痛いということがあるんですけど、このベルトを引くことでですね、ぐっと、この肩の位置が上がりますので、ちょうどこの肩に乗っかる、この肩の頂点に乗っかる感じで、こいつを、締めた状態になるんで、これはこう押し付ける、下に降りてこないんで、肩の圧迫感が少なくなります。だから必要以上に荷物の重さ以外に、以上にですね、この、こいつを締めないと、肩がこう圧迫されている状態になってしまうんで、肩が痛いというケースがあるんですけど、こうしっかり締めてても痛い場合は、他に原因がありますので、またちょっとこう考えなきゃいけないんですけど、この肩、これを買ったまま、このベルトを使っている方、もしいらっしゃったら、こいつを一回締めてみてください。そうすると、肩の負担が軽減されるので、肩が痛いというお悩みの方で、こいつを忘れてる人がもしいたら、こいつをしっかり締めると。で、おさらいなんですが、このリュックの背負い方なんですけども、今これ荷物は軽いんで、片手でひょいっと持てるんですけど、通常はこの大型リュックを持って中に荷物がいっぱい入ってると、こんな感じでは持てないんですけど、背負うときはですね、
まず、まあ、山の中でもそうなんですけど、一回下ろしたら背負う前に必ずですね、このベルトを緩めると。まずベルトを全部、ウエストベルトもそうなんですけど、これはおさらいです。もっと過去に撮った動画の中にこの説明をしている動画があります。まず、ショルダー。このショルダーも緩めた状態。で、この肩も緩めた状態。緩めた状態。これで、よいしょっと背負います。で、この状態では全部ベルトが緩いんで、すぐにはこう、歩き出せないんですけど、まずは腰。この腰ですね。ウエストの位置を合わせます。これ重いとちょっとこう前かがみに、背中に乗せながら、このベルトを締めると、やりやすいんですけど、この腰の位置ですね。で、グレゴリーの場合は、ここに、ここに、前は、前のモデルはですね、ここにマークがあったんですけど、大体この中心よりちょっと上ぐらいに、ウエストベル、腰骨ですね、このウエストベルトの、ここにパッドがあるんですけども、このサイドの、中心よりやや上気味にのところに、ちょうどこの腰骨ですね、出っ張ってる腰骨が当たるようにして、しっかり締めます。その時に、ポイントとしては、このお尻のですね、付け根、お尻の付け根のこう出っ張ってるところに、このリュックの後ろ側ですね、後ろ側の背面の一番下がこう乗っかるような感じですね、お尻のこの、こう出っ張ってるところに乗っかるような、がイメージの、ここでしっかりと締めます。で、次に、ショルダー。このショルダーベルトですね。このショルダーベルトの、ベルトを締めるんですけど、この部分ですね。これを軽く引きます。まだここで、ギュッとは締めないで、軽く引きます。で、軽く引いたら、次に、このチェストベルトですね。これを、あまり締めすぎる必要ないんですけど、軽く締めます。で、これで、この肩の位置から、自然とこの、ショルダーベルトが脇に流れていく位置でサポートするだけなんで、これをこう思いっきり締める必要はありません。これギュッと締める必要はある。こうするとこう胸が圧迫されて苦しくなりますので、まあその状況によりなんですけど、まあ軽く引っ張ります。こう広がらないようにするためのベルトなんで、軽く引っ張ります。で、これでもし肩が痛くて、ちょっとこうずらすと楽になるんだったら、これをね、ちょっとこう調整すれば、まあ楽にもなりますけども。で、次に、今日の説明のメインなんですけど、この肩ですね。今この状態。こう圧迫されている状態になっているんですけど、こいつをキュッと、今分かりますかね、キュッと締めると、少しこう、これ今荷物が軽いんでこうやって浮き上がるんですけども、少し浮くような感じ。これが荷物が入っていると、重い荷物を背負っているともうこうグッとこう押し付けられているんで、今ちょっとこう荷物入ってるぐらい押し付けてるんですけど、そうすると上がってこないです。で、しっかりこう肩に乗っている状態、荷物しっかり入ってるとあれなんですけど、空っぽ。荷物今空っぽなんで、空っぽだとこういう感じに。サイズが合っていてもこんな感じになります。これ荷物背負っていれば、ぐっとこう下に引っ張られている状態なので、自然とここに当たると。で、こいつを寄せることで、こう肩の圧迫が軽減されます。これが荷物が入った状態で、緩い状態で歩いていると、どうしてもここのショルダーをもっとぐっと締めなきゃいけないんで、そうするとここの肩の部分が、下向きに、このリックのベルトの強さで下向きに圧迫されてしまうと。それが肩が痛い原因になっている場合が、多いように思いますので、こいつをしっかりとふっと締めることで、まあ、体にも寄ってくるんで、荷物もしっかりとこう背中にくっついて固定されるんで、振られなくもなるし、肩も楽になります。この肩の圧迫も楽になりますので、こう注意してください。これはもうすぐ簡単にできるんですけど、ついつい忘れてしまうことがあります。僕もついつい忘れてしまうことがあるんですけど、こいつをしっかり締めるということで、肩の痛みを軽減できる方はこれを試してください。これをしっかり締めていても、肩が痛いというのは、まあ、必要以上に荷物がですね、このリュックがを設計される段階で、だいたい想定した重さ以上の荷物をですね、持つと、どうしてもこの負担がかかってしまって、まあ、ベルトの太さとかパッドの厚さとかが、まあ、各リュックの、ですね、構造によって違うので、まあ、その辺で解決をしなきゃいけない可能性もあります。とりあえず、肩が痛いという方、特に女性に多いんですけど、買ったままこれを使っている方、このベルトですね、
を使っている方はちょっと一度引っ張ってみてください。それともう一つですね、このグレゴリーに限らずですね、大型のリュックには必ずここにこうウエストベルトの付け根のところにこういったベルトが付いてるんですけども、これもですね、購入したまま何も触ってないという方もいらっしゃるかもしれませんので、これもしっかり締めていただきたいんですけど、このグレゴリーの、このバレトロシリーズはこのウエストのベルトが、こう可動式になっています。こう可動式になっていて、重さが、重みがこう下に、かかるとこのベルトはこういうふうに上にこうこういうふうにこう上がってくるんですけど、そこでこうかあの腰のこのラインに合うような形で、腰に乗っかるようなイメージで、通常こうまっすぐのやつはずい下がってくるんで、どうしてもこのウエストのベルトを締め込まないと止まらないんですけど、このバルトロに関してはですね、前のモデルもそうなんですが、可動式になっています。このこいつがですね、ルートになって、これはもう両方個別に動くんで、こちらと右側と左側が、違う動きをします。違う動きというか独立した動きですね。動くように可動するようになっています。それで、この可動してですね、この稼働して重すぎるとですね、どんどんこう上側にこういうふうにこう食い込んでいくんで、ちょうどこう腰のここに当たるところが痛くなるのを防ぐためにこのベルトを締めると。だちょうどいい。それをこの形かなってところでクッと締めれば、それ以上上に上がっていかないんで、逆にたくさん締めると、こいつはまたこう戻される、まあ強制的にこう戻されるような形になるんで、少しまたこう、この食い込みは楽になるんですけど、まあ、その辺のこう調整をするためのベルトになります。で、他のメーカーの稼働しないようなやつは、このリュックを、の、こう、背中をグッとこう、押し付ける役割ぐらいになるんで、まあ、引いても引かなくてもそんな変わらないんですけど、このグレゴリーのバレトロシリーズに関しては、ここもしっかり引くことで、ここの調整ができるという感じで、逆に緩めればフリーに動くようになります。で、しっかり締めれば、こう、固定されていくというような状態になって、その中間で、この角度を調整するような、感じのベルトになっているので、ここも調節をしてください。